皆さんこんにちは、学習塾ネスト福知山の外科です。今日はですね、生殖細胞が作られる時の、細胞分裂の話をしていこうかなと思います。まあ短いのでパパッといこうと思いますが、原数分裂ですね、卵とか精子が生きるときっていうのは、染色体数が元の細胞の半分になります。元の細胞があって、それの半分、元の細胞があって、それの半分になります。で、卵と精子が合体することを受精と言いましたが、受精することで、この細胞の染色体数と元の細胞の染色体数が同じになります。で、受精卵からは、ここから、は、どんな分裂かというと、ここからは体細胞分裂。になるよというわけです。なので、分裂の種類は体細胞分裂。これは体の作り、体を作る上で、成長する上で必要な分裂で、原数分裂、卵とか精子とかを作る分裂の仕方を原数分裂と言いますが、これは生殖、つまり子を作るために必要な分裂であると言えます。で、この染色体の本数は生物によって決まっています。で、この染色体の数が多い少ない、多いからといって複雑になるわけでもなくて、その辺はまだ分からないことが多いです。ただ染色体の数っていうのは研究によってどんどん明らかにされていて、例えば植物で言ったらエンドウの染色体は14、玉ねぎ16、トウモロコシ20、稲24、大豆40、さつまいも90、杉の、これはつくしですね、つくしなるやつ216本、すごい差がありますよね。で、例えば動物で言ったら黄色症状灰、ハエは染色体の数8本です。猫が38で、チンパンジーが48本です。人は46本です。で、テナガザルが44本なので、テナガザルと人、そしてチンパンジー、あと48本なのはゴリラもそうです。ね。なので、その辺がまあ近しいわけです。でも、しかし染色体の数が近いから似ているわけでもなくて、鹿なんかに、近しい種で、例えば染色体の数が、20何本で、もう一つは、一桁の何本みたいな、8本と7本みたいなことがあったりするわけです。で、逆にこの人よりも小さい、例えば金魚とかアメリカザリガニなんかでも、金魚だったり100本だったり、アメリカザリガニが200本だったりするわけです。で、この人がこの46本であることを明らかにした人っていうのは、チオさんとレバンさんが1956年に人の染色体の数が46本であるということが分かりました。ちなみに、アリの中の一種で、その染色体の数は2本です。これが一番最小ですね。で、もう一つ最大のやつ、今分かっている中で染色体が最大なのはシダの仲間で1260なんですね。だからね、染色体の数が多い少ない、複雑か複雑じゃないかなんてことはまだ全然分かってないことなので、これから多分未来の教科書には染色体の数に関係した話というのが出てくるんじゃないかなと思います。はい、以上で、動画終わります。ありがとうございました。